はい、どうもです。 KOF14 練習対戦研究実況プレイの36でございます。今回は反応前回言った通り山崎ですね。あれでいいや。山崎は配信当初から火力がやべえと話題になってるキャラですけど、こっちですか。まあ、ガロ2ステージなんで山崎はまあ本当は関係ないですけど、まあ、一応ガロキャラなんで、ただこのステージ遠光ちょっと画質が悪くなる可能性がありますけどね。ニコニコだと危ないかもしれない。はい、通常技は一部モーション変わってるけど基本は再現してる。ジャンシーとかジャンディーとか、どうしたら変わったね。前頭突きだったと思うんですけど、 KOF では。うん、近距離技も、割とね、発生は早いけど硬直が長いみたいな技が多いですね。うん、ただ近距離でちょっと弱いところがね、コアッパがまず連キャンじゃなくて目押しなとこと、コアコアができない、コパもできない。なのでコアコパキャンセル必殺技しかできないっていうとこですかね。下段からの崩しが弱い、暴れが弱いっていうとこですかね。はい、まずは技を見ていきましょう。通常投げ、勝ち込み、分投げ、これは新モーションですかね。前地面に叩きつけるやつだったかな。頭掴んで D 投げは変わってないですね。前もっとズサーって感じだったと思うんだけど、今回は叩きつける感じになった。はい、ぶっ刺し、土管、ぶっ刺しは前からあるやつ、土管は島座ですね。中段技、結構ねダメージが高いですよね。単発70、キャンセルで出すと距離が離れてちょっと発生が遅くて繋がらないことが多いですね。当たるとドミ着かなら繋がるけど、キャンセル版もダメージが70なんで、一応最大コンボ狙うときはこっからが高いんですけど、まあほぼ飛びからとかだとほぼ入らないんで、もう昇竜ガードした後とかしか多分いけないんじゃないかな。基本はこの次の土管マイビー、これをコンボで使いますね。まあ単発で出すと発生遅くて硬直が長くて、まあ、当たると強制ダウンっていう蹴りなんですけど、これは中段とかではないですね。まあキャンセルで出すと強攻撃からつながると、でキャンセルができると。あ、ちなみにこれ土管はキャンセルできないです。これクイック発動と超飛だけキャンセル可能ですね。超飛以上でキャンセルできる。弱からは繋がらないです。こっちも繋がらないですね。強攻撃、土管、キャンセル必殺技、もしくは発動が基本のコンボ指導ですね。はい。です。はい。で、必殺技、蛇使い。必殺技の構成は、KOF ではおなじみの感じですかね。変わってないですよね。蛇使い、うん山崎のボイスはね、声優変わったんですけどかなり再現度高いと思いますわ。上中継、まあルオンのあれに似た感じなんだけど、まあ山崎の二段技 A は一応浮かせ技ですね。これ、まあ、中央だとほとんど何も入んないですけど、神配だと一応追撃可能、もうちょっと高いところで当たれば他の技でも追撃可能ですね。中央でこう対空とかで当たると、これがまあ近ければまあほぼ入んないですね。入
んねえな。中央じゃほぼ入んねえか。うん、まあ厳しい。 C はちょっと遅いですね。まあちょっと A、 今回蛇使い上から対、あの追撃は画面端以外じゃほぼ無理ですね。で、あ、C はね、下段です、今回。今回きっちり下段ですね。1段目から下段です。で、当たるとちょっと吹っ飛ぶ感じ。だいぶ回避可能な吹っ飛びになると。あとは、C はね、ダウン追撃になります、これは今回は。受け身なしにして、こんな感じ。これ受け身ありでもタイミング良ければ当たるんで、うん、こんな感じで当たると、はい、まあ確定ポイントもいろいろありますので、うん、続いて、あ、 EX 版ですね。 EX ヘビがね、主力かなり強いです。これ下段中段という順番で打って当たると引き寄せですね。引き寄せ D サイドですね。コパンがギリギリ、シャガコパンギリかくる。タチコパンも一応入るか。タチコパンからでも何もないと思うんでキャンセルはできないんで、まあ、コパンこれ結構難しいんで判定あんましないですけど、コパン蛇使いか、駒投げ、まあまあそれは後でやるけど、駒投げか、まあバイスとほとんど一緒ですね。 EX 駒投げとか長飛投げとか、あと発生の早い長飛、まあとりあえず発生早い技だけ当たるって感じですかね、うん、これが結構下段なんでね、こう強引に発動していって、あ、台形発動がね強いんですよ。これ台形発動非常に長いんで、強引にいってこんな感じで当たるんですよ。こう相手が上入れっぱとかしてね、投げを避けようとして逃げたりすると、立ってるところにこれガードジャンプとかにすると分かるんですけど、全部ガードした。そうか、そうなっちゃうか。まあ、上レッパーセント当たります。こんな感じで。レンガで上レッパーセント下段が通るという感じで、結構適当に振っても当たってくれますね、これね。投げ多めに使って、ね、警戒させといてって感じですかね。まあ、とりあえずその、強形、こっから行って、これがコンボ指導の基本ですね。ここから追撃していくと。はい。で、次の技が爆弾パチキン。これは駒投げですね。使った時のスキーは結構短い方かもね。リーチもあんま長くないか。120。硬直短いですね。なんか昔は頭振るモーションがあったと思うんだけど。それガローだけだな。KOF はもともとそんな硬直ないか。ダメージは120なんで、まあ普通かな。うん、これはまあ、こういうのとか、こういうのとか。もしくはさっき言った、ここから確定しますね。コパン、爆弾パチキももちろん入るんですけど、コパンは先行入力効かないんで、ビタで押さないといけないんで。爆弾パチキはちょっと早めに押してボタン長押ししてればね、簡単に入るんで、まあ、安定ですね。ドアンテース EX は、まあ、リーチが伸びて、リーチが伸びてダメージアップ。うん、これはちょっと硬直あるんで、はい、まあ、これを基本コンボ、先方から使える基本コンボ、簡単お手軽コンボは置いて、で
そうですね。357。まあ簡単でそこそこヘルコンボって感じですかね。これ発動の仕方、下段から行こうと思ったらコアコア補強パンにするしかなさそうなんですよね。コアタチコパっていうのもあるんですけど、これはね連キャンっぽいんで、まあ割と安定して繋がるんですよ。適当に押してれば繋がる。ちょっと遅めか。こっちは若干、まあでもそんな難しくないか。これも一応連キャンになってるのかな。まあただね、遠いと立ち遠距離になっちゃうんで、ジャガコパ遠くとも出るんで。とかまあ、下段から行くときはもうこれしかないんですよね。ただ中段があるんでね。やることは同じなんですけど。ガード崩しは割と豊富であるというところですね。まあ、これ中段とかガードされた後でも、これが当たったり、まあ、毎回あそこまでやってるとバレるから、ちょっと早めに EX ヘビに行ったり、とか、まあ、ジャンディ早いんで、飛んでみたりもありかな。こういうのもありかもしれないですね。うん。崩しは強いと思いますね。はい。で、どこまで行ったっけ ?EX 爆弾パッチまで行った。今回も時間が足りなくなるかもしれないですが。倍返し。これ。倍返しは、ガロー3、山崎ってガロー3で初めて出てきたんですけど、飛び道具跳ね返す技って山崎が初めてかな、ネオジオゲーでは。どうだったんだっけ、ちょっと覚えてねえけど。KOF94 とガロー3ってどっちが先だったんだっけな。そこも覚えてねえわ。アテナと山崎どっちが先に反射持ってたんだっけな。忘れちゃいましたけど。さすがに KOF の方が、94の方が早いか。ジャックはゲージためだっけ、どっちだっけな。ジャックはゲージためです。普通に空振るとこんな感じで。まあ、そこそこ早いですけど。あ、取ると、もう一回、二回溜まる感じ。だそんなに簡単に防えないっすね。で、今日だと、返すぜ。で見た目ほど弾でかくないっぽいですね、これ。超ジャンプには当たるな。まあ普通にジャンプすれば飛べるサイズではあると。で、EX 版は、3ヒットですね、3ヒット。これは一応ちょっと先に動けるんで、追撃が一応端だとできるんだけど、まああんま役に立つことはないですよ。これちなみに、近くで倍返しこうダメージ入るんですけど、これがね、なんか、すげえ近いで弾反射すると難しいんですけど、タイミング合わないね。来た。こう振り上げる手が当たって弾も当たって2ヒットすることがあるということが分かったんですけど、まあ狙ってやるのは無理ですね。はい。一応手を振り上げるところにはスパキャン可能。投げるところはできないですね。スパキャンできなかったです。あと、ヘビ使いは上中下どれもスパキャン可能です。1段目、2段目全部スパキャン可能。パチキは不可ですね。EX 倍返しは発生が早くて、まあ、今日も一応ジャックから、ね、ジャック今日もね、ジャック版から繋がれますけど、EX は当たると浮きます。浮いて、
追撃可能。結構高めに浮きますね。うん、こういってこういうのが割と安定すると。EX 倍返しは非常に発生早いんで、ここから、あ、違う違う、ここからじゃない。EX ヘビから安定して浮かせられる。これまでは割と安定しますね。ここからスパキャンですね。はい。結構ね、コンボルート豊富ですね。で、サドマゾ。サドマゾは当て身技ですね。山崎、そのガロスリー発動者の時結構ボスキャラらしくいろいろいろんなタイプの技持っててね、結構面白いキャラだったんですよね。これはガロスリーのサドマゾめっちゃ減ったんだよね。なんか今回はアッパーじゃなくて叩きつける技になりました。頭突きで、頭突きで叩きつける。これ弱強も両方とも上半身しか取れないと思いますね。発生はそんなに早くはないです。まあ遅くもないですよ、普通かな。対空に使えなくはないレベルですね。こう見てから飛んできたの見て、こういけなくはないレベル、後ろに歩きしてて、うん、なので悪くはないですね。からの先飛びとかあんのかな。上レパラと当たんないですね。ちょい歩き、今飛び越えちゃったら、まあ普通に置き攻めいけそうなタイミングですね。中段行くとか、うん。で EX サトマゾは相手がバウンドする、ざっけんなホラーハウス。バウンドすると、バウンドしたらまたいろいろできますね。これこれか、かすったけど、まあいろいろ拾えると。こっから即死もあったりするぐらいの、ちょっと山崎ロマンキャラなんでね、5ゲージ対象で使いたいキャラなんですよね。まあ、生発動もなくはないキャラですね。サドマゾのリターン超でかいんでね。で、EX も下段は取れないです。全部これ上半身です。EX は発生は早くなってます。これリバーサは取れんのかな？あ、ダメですね。リバーサはやっぱ取れないわ。リターン高い分。そこは強くならないと。で、砂掛け、昇竜、強キック。わはは。これは、まあ、強攻撃からつながる。これ強制立たせなんですよね。うん。で、これ、弾判定、なのか分かんないですけど、画面端だと自分はノックバックしないですね。うん、で、この技の特徴は、蛇使いにキャンセルができるというところですね。強攻撃、砂掛け、蛇使いというのができると。あ、次の技出しちゃったけど、あ、こういうのがあったら、強制立たせなんで、近ければこれが入ると。まあ、中央だと、ここからは入んないんで、画面端だといけたっけ？あ、そうですね。画面端だと一応入る。うん。昔はね、やっぱヘビキャンっていうのがおなじみのがあって、こう、ヘビ使いキャンセルしてるんやと、今。ヘビ使い D でキャンセルできると。あ、EX は貯めれません。ね、一応そこだけ。こう最速キャンセル、最速キャンセルがちょっと難しいっていうのが永久になるっていう すごいのがあったんですけどね。難しかったですけどね。
もっと簡単なのもあったっけ？ 97 か、なんかで。今の、昇竜強キックが砂掛けで、昇竜弱キックは矢切れっていう技なんですよね。これは、中段技。かかとで中段と。中段だけど、まあ、そこそこ距離離れるんで、そんなに反撃は受けづらいかな。リーチはちょっと短めですね。まあまあ、でもまあまあか。こういくと、ギリか。ギリ届く。うん。で、焼き入れも蛇使いにキャンセルできますね。下だけか。あれ、当たった時だけか。あ、ガードされたら出ないんだ。当たった時だけ蛇使いキャンセル。で、下が確定すると。叩きつけから。っていうのがあると。もう一個、砂掛けから焼き入れもキャンセルができるんですよね。これは、中央だと離れちゃうけど、画面端だとも離れないんで、まあ、繋がりはしないですけどね。ガードの崩しとしては、これ結構、こう。あ、そうか、ガードされたら下は出ないのか。でも一応普通に中段か。中段下段になったらやばいからガードじゃ出ないようになってんのかな。かもしれないと。で、これ、当たった時はですね、空中の相手に当たった時は、またちょっと伸びてですね、こう拾えるんですよ。こう行って、こう行って、こう行けると。これがなかなか、見た目がよろしい。あと、まあダメージもそこそこあります。こう行って、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 って感じですね。ここからは、ちょい歩き、ジャンプ強行、ジャンプ攻撃が詐欺飛びになるんで、それはさっき調べたんですけど、普通に飛ぶと早すぎるんですけど、まあ、ちょい発達とかで詐欺飛びになるんで、まあ、ちょっと練習しておきましょう。これは結構ね、まあ単純にそこそこ早い中段なんで結構当たると思うんで、こんな感じで置けば割と当たると思うんで、そこから先飛びとか、ね、しかし下段とか、結構強いと思いますんで。はい。で、焼き入れの EX 版。これ空振るとこうなりますね。当たると中段からなんかロックして蹴りまくると結構ダメージが高くて、まあ、さっきのこれが376376のところが EX 焼き入れ使うと378 2だけど一応伸びるんですよね。まあこれなんていうんですか、これこれこれより、まあ、こっちの方が高いということですね。これ終わった後ビューリーぐらいなんで、ちょい待って駒投げが一応段階比には重ねられるかなと。もしくは通常技埋めるかですかね。うん、段階しなかったらこれ多分強蛇使いが入るかな。まあ、みんな段階するだろうけど、はいね、入ったわ。段階しなければ入る。無理だな。でも 見るのはな、そこみんなちょっと厳しいですかね。コパン打ってコパンからキャンイクスヘリとかやったら両対応になるかね。ミリクスヘリかな。無理くさいな。最速強ヘビじゃないと無理ですね。はい、
で必殺技終了ですかね。25分、はい、まあまあそうでしょうな、そうなるでしょうと。でギロチンアッパーから相手を掴むと。ガロスリの時はその掴むとこしかなかったんで当たんねえだろっていう技だったんですけど、アマチュアガーですね。今回のギロチンはですね、1ゲージ版でも無敵が結構がっつりあってですね、対空性能が非常に高い。若干発生は遅いんで、こんな感じだと多分ガード間に合うんですけど、うんってなるんですけど、まあちゃんと見えれば早めに出せれば大丈夫と。早すぎると高すぎるとこうなることはありますんで、昔からですけど、うん。でね、これはね、一応中央だと砂掛けから、砂掛け強制立たせから入りますね。落ちた。一発当たらないですけどね、一応入ります。でまああんま1ゲージ版のギロチンを使うことないかな。他はまあ多分そんなにないよな。大体発動コンボ行くと思うからね、山崎は。こういうのからはもう一個の長飛の方行くんでね。でマックスバンギロチンは多分マックスバンの方が発生早いですね。うん、早いですね。ガンガン叩きつけて蹴りで飛ばすと。昔はなんか走る距離長いだけだったよね、昔のギロチンって多分。蹴りのモーションとかいいよね。はい、これは EX ヘビからつながります。そのまま出せばつながると。これは割と簡単ですね。もちろんこれもできる。こういってこういってこういってこういうのも入ると。491、結構減りますね。中央だとあんまでもどっか、もう一個の超飛能がね、まあ、なんだかんだ伸びるんだよな。うん、もう一個のマムシ、新技ですね、マムシ。オロチ八景種の一人ですから、やっぱヘビ要素がありますよね。ヘビ使いもそうだけど、後付け設定だけど完全にオタ打ち回りと。これが当たると、まあ、いわゆるあれですね、特殊的なやつですね。まあ、単発ダメージ97で相当低いんですけど、ここからじわじわ毒ダメージが入って、こうトレモだと表示がこうどんどん体力回復しちゃうんでよくわからないんですけど、多分150ですね。ノーマル版はノーマル版が150で、マックス版が200で、マックス版の方が減るスピードが速いですね。あとイオリの攻撃食らっちゃうと、山崎はなんか攻撃食らっちゃうと毒は解除されますね。という性能で、この技はね、あの演出中とかも体力減り続けるんで、こういってフォースパキャンしてると、この間もじわじわダメージで毒ダメージ入ってるんですよね。これがトータルダメージ358ってなってるけど、多分400以上減ってると思うんですよね。体力バーを見ないんだけど400くらい手に入るかな。いってますね、多分よね。410ぐらいいってますよね。という感じで、見た目数値以上に減るんですよね、マムシは。うん、っていうのが多分補正がかからないんで、
即死コンボだらけになってるんですよね、山崎は。そこが強いところ、特に EX まぶしね。出ない。EX まぶしの方がね、多分発生早い、リーチ長いかな。蹴りで吹っ飛ばすと、でどんどん体力減っていくと、200減るまで減り続けるって感じですね。またもあのダメージ食らうと止まるけど、これですね。これがね結構中央だと使えるんですよね。こうして行って、これがズドン、458ですけど、ここから毒ダメージ止められなければプラス200で658ってことなんですよね。止められなければ、こういうのがあるから減るんですよね。これはどうかな。やっぱり EX 強蛇からが割となんか安定するんで、中央でも端でも。これですね、ここからも逃げろ逃げろっていう。ちなみに毒で死にはしないです、とどめにはならないんで、体力ゼロになったら止まりますね。そこはまあやっぱ毒ダメージは大体そういうもんですね。うん、はい。マムシもねちょっとだけ無敵あると思うけど弱いですね。パラス技じゃないですね。はい、じゃあ31分半ドリルいきますか。コマ投げです。結構リーチ長いですね、今回のドリル。これは無理かな。あ、届く。399。これボタン連打でダメージが上がるおなじみのドリルですね。今のがレベル1 で最高はレベル4まであって、パンチボタンだけかな、キック分かんないな。これレベル2で、結構ボタンあの連打する時間猶予あるんで、そんな必死に連打しなくても大丈夫。 ACAC 連打で交互連打で大丈夫。脚立、このレベル3がなんか出てくるものがランダムでいろいろ変わるっていう PV とかで使われてたやつですね。レベル4がエビ使いレベル、両手エビ使いレベルですね。02のマックス2とかでもあったやつですかね。なんか一回噛みついて叩きつけてから両手エビ使いレベルみたいなのがあったけど、まああんな感じのやつかな。ドリルもまああの連打して別にデメリット何もないんで、あの確実にとどめさせるとき以外はもう再レベル4まで行った方が絶対いいですね。でドリルはまあコンボどっからでも入るって感じですね。どっからでもって、まあ、地上にいないとダメですけど、ただスパキャンした場合は空中のアイテムをつかめるんですよね。ギロチンからはね、通常ギロチンはね画面入らないとダメなんですけど、このタイミングでキャンセルできて、これ画面入ならつかめると。っていう感じなんですよね。マックス版は中央とかどこでも大丈夫。これ、蹴り一発目飛ばす。蹴り一発目からつかめると。マムシはどこでもノーマル版は手抜いた瞬間、マックス版は蹴り入れた瞬間ですかね、まあ、連打回してれば大丈夫。これがね毒ダメージが入り続けてすごいことになるんですよね。667って書いてあるんだけど、どう見ても860ぐらい減ってるんですよね。867、多分ね毒ダメージフルに入って867減ってると思うんで、
これで死ねますって感じですね。こう行って、こう行って、狙った。これちょっとだけなんか難しいキャンセルが。こう行って、こう行って、これでどんぐらいかな？瀕死ぐらいまではいくと思うんですけど、785なんで、985、残り15って感じですね。という超火力持ちですね、これ。またこれ発動行くチャンスがいろいろあってね、こう、台形のこの長さ、先端から強パンがつながるという、割と簡単につながる。飛びも、そこそこ早く割と簡単に自由技がつながる。一応ちょっと難しいけど少し手段もあると。強パンになってないですね。あ、ここからドリルも簡単にいけると、こういうのもいけると、こういってこういうのもいけるといけるし、あこっからこういってこれもいけると、もう本気にさせまくってますけど、まあとにかくいろいろ入ります。ドリルはチャンスいっぱいあります。山崎は大将でドリル狙いまくりたいところですね。マイビーのリーチが長いのがね、いいですね、これ。おっと。右下、左だけで出る、もしかして。そんなことないよね。なんでだ。だいぶ暴発したな、今。右下下左とか、そういうことか。どこが入ってる？待って。右下左系しかやってないよね、俺。右下右左系。どういうこと？完全に右下 P 左 K しか入ってないよな。どういうこと？こっちだと出ないんだけど。え？ 2P だと出るんだけど。さすがにおかしくないかこれ。え？ 1P だと絶対出ないんだけど。なんすかねこれ。なんかおかしくないですかこれ、さすがに。まあちょっとそこは今言うとこじゃないか。なんかおかしい気がするけどな、これ怪しいな。これは 1P2P 操作がなんかおかしい気がするぞこれ。そろそろ40分になってしまうので、まあでもコンパ今までほとんど行ったんでそんな感じですわ。強パンマイケ、強パンマイケ行きましょう。で蛇使い行きましょう。もしくは中段から強パンマイケ蛇使い、コアコパ強パンマイケ蛇使い、全部これでいいっすわ。ガードの上からでも、ガードの上からね、こういうのも俺ありだと思うんだよね。もう見てからガードは厳しい速さだと思うんで、ワンチャンこういうのもありだと思うし、当たってたら連続ヒットしてるし、上入れっぱしたら当たるし、こっから、これもワンチャンありかなという気がするんですけど、もしくは中段とか中段下段とかね、繋がってるし、
集団下段は強い気がするな。集団下段下段とかまあいろいろあって、まあ何かしら当たって蛇使いさえ当たってくれたらあとはオーバーですわっていうね。簡単なのはこういうのとか、今の安定ですね。安定これ大将じゃないと今のはできないんだけど、大将先方でもできるのはこれは、あ、ちょっと待って、こっちは入んないです。先方で5ゲージ5ゲージはねえか、先方は3ゲージしかないんで、先方でドリル入れなかったらもう直でここで行く。2ゲージだったらここからギロチンに行くみたいな使い分けです。あ、そう、ちなみにギロチンからマムシもいけますんで、これ8だったら行けるし、マムシからこれさっきやったマムシからギロチンもいけると。というわけでスパキャンが周りはすごい優遇されてますね。何でも入りますね。はい、というわけで41分、まあこんなもんでしょう。このぐらいにしときましょう。結構俺山崎ね、今回の性能は気に入ってるんでね、ちょいちょい使ってるんですけど、面白いですね。モーションが非常にいいですね。声もいいですね。声はウルフォーのガイの人みたいですけどね。SNK だとサムスプのラセツマルの声やってた方なんですけど、すごいね、石井浩二さんに似てますよね。うん、はい、というわけで次はバネッサです。バネッサはまだ全然練習してないんで、これから練習します。はい、ありがとうございました。失礼いたします。